皆さんこんにちは。今日は割と張りのバランスのお話です。ちょっとマニアックです。割とは上空で花火が爆発するときに広がろうとする力のことを言います。張りとはそれを抑え込もうとする花火の外角の強度のことを言います。この2つの力がバランスすることで花火はきれいに丸く開きます。がこれをバランスさせることが非常に難しいです。それでは詳しく見てみましょう。花火が上空で爆発するとき、花火の玉の中で割り薬ガスになって外に広がろうとします。このとき張りが弱いと割り薬が十分に気化する前に花火の玉が割れてしまい、形がいびつになったり大きく広がらなかったりします。花火をきれいに丸く開かせるためには十分な割りの力とそれをしっかり抑え込む張りの力が均衡することが必要です。ではまず良い例です。割りと張りのバランスが良いとこのように丸く花火が開きます。今度は悪い例。例えばこの花火は張りの力が弱いため花火の合わせ目である中心から広がってしまい、ラグビーボールのような形になってしまっています。さてこのように花火を丸く均等に開かせるのは本当に難しいことです。日本の花火の特徴である丸く均一性の取れた形はこの割と張りのバランスで成り立っています。丸く開く花火を作る技術があることで他にも様々な形の花火が作れています。丸さを求めた先人たちの汗から私たち現代の花火職人は大きな恩恵を受けています。それではまたお会いしましょう。